すげえ。渡さん、渡りゆむ美術館、渡さん、渡さんがやってるのかな、渡りゆむ美術館のやつって。渡さんが RT してくれた、渡さんが RT してくれたらいい。あ、だからちょっとさっき増えてたのか。あ、じゃあ渡りゆむ、じゃあ先に渡りゆむ行きましょうか。渡りゆむ美術館の話します。じゃあ、渡りゆむ美術館について、生きている東京展っていうですね、展示ですね。で、なんて言うんでしょうね、あれに合わせて、コロナの状況に合わせて、まあ、渡りゆむ美術館いろいろクラウドファンディングとかもやって、映像とかものすごく彼ら資料を残しているので、そのアーカイブを見れるようなサービスとかも Vimeo かなんかでね、提供してるんですよね。で、僕ちょっとまだ見れてないんですけど、まあそれにと、まあ、関連するような形で、まあ展示ですね、これまでの渡りゆむ美術館での展示を振り返りつつ、少し新しいものも出しているっていう展示で、まあご覧の通りの、まあなんていうんですか、すごい面々ですよね。で、これだけの、人が、まあ、渡りゆむ、まあ、渡りゆむと展示って本当ね、そうそうたるものがありますからね、まあ、その中の、まあ、いくつかが展示されていると、こういう状況になっているわけですね。はい。じゃあ、ちょっと見ていきましょうかね。はい。で、まあ、今回結構面白いのが、これ、マリオボットですよね。建築、渡りゆむの建築、渡りゆむ美術館の建築を担当したそのボッタのが、全部でね十何回も来てるらしいですね、渡りゆむを作るためにね。その、ドローイングみたいなものがですね大量に見れたりします。これは大変貴重で面白いですね、かっこいいんですよね、やっぱりね、建築家のドローイングってかっこいいですよね。はい、でちょっと見ていきましょう。これもそうですね。これはかなり初期に書かれたみたいですけどね、ここにね、渡りって書いてあるんですね。矢印して渡りって書いてあるんですね。だからこう街のイメージをこう作っていったっていうかな。だからマリオボットはその東京における、ミュージアムみたいなものをすごく、重視して、作ったと、いうことになるんだと思いますね。はい。はい、まあ実際、なんていうかな、すごく変な形してるでしょ、あそこ。まあ、なんていうかな、まあ、一言では三角形なんですよね、あれね。三角形の土地に建てられている美術館なんですよね。で、中から、だから正面から見たらものすごい広いでしょ、あれ。引きで見たらよくわかるんだけど、引きっていうか、渡った反対側ね、から見るとすごくよくわかるんだけど、ものすごい平べったいようなね、そういう建物なんですよね、実はね。はい、じゃあ行きましょうかね。これ島袋さんですね。で、島袋さんのが展示、渡りゆむで展示する時、99年ですね、に展示してて、で、天井から、あ、ごめんなさい、屋上、ごめん、天井じゃないね、屋上ね、屋上から、風船を飛ばすと、プーッと風船を飛ばすと。で、その何時間か後にそこからまた屋上から鳥を飛ばすと、鳥がパーッと飛ぶと。で、その後近くの保育園か幼稚園かまで行ってみんなでご飯食べて、で、その後帰ってきて、で、トークイベントやるっていう、そういう展示ね、それのこう映像が見れますね。島袋さんらしい作品ですね。あ、これ幼稚園かな。あそこか。あ、違うか。これが渡りゆむかな。これ渡りゆむっぽいな。なんかすぐ近くに子供がすっげえいるところがあるんだよな。多分あそこだな。うん、うん。はいはいはい。で、あ、これあれですね。これドローイングですよね。その作品のね。で、これね、これ JR ですよ。で、JR、あ、JR、今、まだ壁にどのぐらい残ってるかな、ポロ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 落ちてきて出ましたけど、ずっと壁が写真で埋め尽くされてましたよね。で、あれはJR ですね。
JR はまあご存知ですよね。フランスのもともとグラフィティ出身のアーティストで、あの一気にあれで有名になったんですよね。あれ何でしたっけ、あのみんなで喋るやつ、あ、なんて言うんでしたっけ、あれテッドで、なんかあの世界で一番みたいになって、その年一番面白かった、トークっていうので一気に有名になりましたよね。 JR なんか日本にもよく来て、まあ各地で展示してる作家ですけど、はい、彼 JR ね、こう、あ、 JR のサングラス見て思い出した、俺サングラスまた忘れてるわ。これまでで最長でしたね。これまでで最長のあの忘却時間、ね、JR を見てJR を見て思い出しましたね。はいはいはい、ね、これをやんなきゃいけないんでした。私忘れてました。でもね、まあなんか今日なんかちょっと服装に合ってない感じがして嫌だな。まあいいかね。どれだ、はい、これ、はい、よし、で、はいはいはい、まあこうやってね、足場組んでやったということですね。あ、でもこれ、この写真、これよくわかりますね。あの渡り雲のね、なんていうか全体像っていうかね、がね。あ、でもね、よく考えたらそうだよね。だから渡り雲美術館って、なんかあの建物の中に入って、まあ、マリオボットはやっぱすげえんだと思うんだけど、あの建物の中に入った時と外から見る時の雰囲気って全然違うんですよね。で、なんていうかな、あのね、外から見たイメージってあんまり持ってないんじゃないかって僕言う気がしてるんだけど、どうだろう、僕だけ？あの中のイメージ結構強いじゃないですか。あのすごく変わった展示空間だから、あのなんていうかな、半吹き抜けみたいになってるじゃないですか。半吹き抜け、完全吹き抜けじゃ、まあ完全こうなんていうかな、完全な吹き抜けじゃないでしょ。1階までズドンと通ってる、あ、1階っていうか地下があるけど、地下までズドンと通ってるわけじゃないけど、あれは何階、2階と3階か、2階と3階非常に分かりやすく吹き抜けになっていて、実はこう、4階もこうあの抜けてますよね。あの閉まってることが最近、今回は閉めてましたけど、閉まってることが最近多いのかな、あのですよね。で、あのイメージが強いのと、あとすごく、あ、でもあれか、エレベーターのイメージでちょっとつくかな。あのあと階段がね、本当は外にあって、階段を上がる、階段ってね、結構使えるように実はなってるんですよ、普段は。え、今もなってってると思うんだけど、階段をね使うとね、分かりますよ、よく。お手洗いがある、その横、お手洗いの横みたいなところに階段があって、そこが三角形のこう頂点のところにあるんですよ。一つの頂点ね、二等辺三角形みたいな感じなんだけど、直角二等辺三角形みたいな形になってるんですけど、そのそこなんですよね。うん、まあこれ、まあこれで JR ですね。かっこいいですよね。あ、そうそうそう。で、まあ、これを、JR が、展示したときは、福島で、なんていうかな、その写真が撮れるっていうかな、ドットの、これですね、このドットのを背景にした写真が撮れるっていう展示を、いろんな人でずっとこう写真、なんていうかな、写真スタジオみたいなものが、をどんどん、で、ここにビーンって印刷されて出てくるわけですね。で、これは持って帰れたり、貼ったりとかできるわけだけど、まあ勝手にどこにでも貼っていいよみたいな、そんな感じですよね。そういう作品ね、を展示してたってことですね。で、これね、これすっごい僕、もうこれ大好きな作品なんですけど、ジャンファンですね。上海の作家ですよね。で、今もう世界、中国出身のアーティストの中でも、まあ、一二を争う有名さだと思うんですけど、ジャンファンが、初めて海外でパフォーマンスしたのが渡り雲なんですよね、実はね。で、これ
あのね、ワタリウムの、向かい側に、もともとだからオンサンデーズだったんじゃないかと思うんだけど、あそこの、あ、オンサンデーズってワタリウムの地下に入ってる本屋さんですね。で、もともとあそこがオンサンデーズだったんだと思うんだけど、その建物で、今はですね、作品保護のためにもう建物ないんですけど、そこにキース・ヘリングの壁画、キース・ヘリングが壁画描いてるんですよね。で、その他にもなんかインベーダーとかね、JR も描いたのかな。で、ストリートアーティストっていうか、グラフィティアーティストっていうかね、が、いろいろ作品を残していってたんですよね。で、その建物も、渡さんの持ち物なので、そこは通りの向かいですね。で、これ、ジャンファン本人ですけど、ジャンファンはどこにいるかって言ったら、その通りの向かいの、あれの上ですね。その建物の上、屋上にいるんですね。で、ロープみたいに見えますけど、これが、輸血用のチューブで、これ太いから、もちろんこの刺すやつじゃなくて、多分この輸血用って書いてあったけど、要するに血液取るときにここ締めるじゃないですか。多分バンドだと思うんだけど、あれに、自ら巻かれたりとか、自らこう束縛したりとかね、しながら、どうなってるかっていうと、これですね、これ。これがまた生々しい。で、ゴムだから中劣化してくるんですけどね、るんですけど、これもすごいですよね。で、こういう状況ね。で、これどうなってるかっていうと、だからここですね、ここだからキースのこう、壁画があるじゃないですか、これね、見たら。で、こうやってですね、これ、ワタリウム美術館と自分をつないでるわけね。で、ワタリウム美術館と対決してるって感じなのよ。すごいよね。で、ジャンファンって、本当今なんかすげえ巨大ななんか人の彫刻みたいなとか作ったりとかね、いろんな、絵描いたりとかいろいろしてますけど、一番僕、有名って、多分一番有名なのは、中国のそのトイレですね。トイレの中で、もう大量の虫に、ぐわーってこう、刺されたりとかするまま、ハエだったかな、わかんないけど、に刺されたりとかするままに、ぎゅーっと、もうじーっとして、ぎゅーっと耐えてるっていう、そういうパフォーマンスね。あと、こう、体にお経みたいな書いたりとかね。そういう、でもその、虫のパフォーマンスね、これはすごいですよね。だから、これ、やっぱ近いでしょ、これ。建物と、もう生身の体で対面するっていう。しかもその血液のチューブでね、つないで。これが、ほんとすごいですよね。しかもなんかそれがね、キースの、なんていう、グラフィティの上でやってるっていうのがまたいいですよね。キース。この時、そうです、キースだけじゃないけどね。僕はこの作品すごい好きで、作品っていうかパフォーマンスすごい好きで、前にも見たことあったんだけど、これだけでもね、見に行く価値あると思いますよ。いやー、すごいですよね。で、これ、なんかね、当然ですけど、これ、大変いろいろ問題があるじゃないですか。で、たまたま、渡さんが教えてくれたんだけど、やっぱさすがにこれ まずいと だけど、やったんだよね。で、どうやってやったかっていうと、朝の5時と。だここ朝の5時にやってんだからね。で、朝の5時に、だから裸で、渡る美術館から出て、信号を渡って、対面のところに行って、で、自分つないで、で、こう、ぎゅーっとこう、対決して、で、また帰ってきたんだよね、っていう作品なんだけど。すごいよね。警察来たらしいですけどね。ね、でも、やっぱりこう、なんていうかな、本当に、世界的なアーティストをね、どんどん招聘しつつね、地域の美術館として、地域の人間としてね、
やってるからこそできることですよね、こういうのって。ね。やっぱりすごいなと思いますね。もう渡り海じゃないと絶対できないですよね。しかも東京だからね。これ寺山修司ですね。でね、これはね、多分ね、悦子さん、の方ですね、館長になるのかなのと多分すごい関わりが深かったんだと思うんだけど、まあこれもかなり大量に寺山修司の作品っていうか、写真とかね、ドローイングとかがかなり大量に残ってますね。これはね、どうだったかな、ね、まあこの辺もね、結構ね、日本ではやってないやつの展示とかあるんですけどね、見てほしい。まあこれがは有名ですよね。渡辺克美さんって、これは写真家です。で、記録に撮ってるんですけど、これは市街劇のやつですね。はい。ね、街の中で、いろんな、まあ、ある種のハプニングっていうかな、を起こし続けたっていう作品で、大変有名ですよね。で、これは見れたりしますよ。どういうものだったのかっていうことまではちょっとわかんないんだけど、これね、全部見たらすごい、こういう感じですよね。はい。ね。あ、で、これもマリオボッタですね。これはマリオボッタですね。で、はいはい。これね、すごい良かった。僕、こんなことやってるの知らなかったんだけど、これはね、新作です。新作なんだけど、サイドコア。さっき、あ、サイドコア、でもちょうどつながりましたね。サイドコア、あれですよ。パーセルをやってる森治さんのがやってたね、ギャラリーのパーセルを運営してるサイドコアがの作品なんですね。で、これコロナ禍において、渋谷の街ですよね。まあ渋谷だけじゃないですけども、まあ、僕もね、一応ね、その人がいない街はね、見学に行ったんですよ。本当にいなかったですね。すごかった。まあちょっと写真撮りましたけど、やっぱりなかなか、これは誰、なんかみんなやればいいのになーってずっと思ってたんだけど、まあやっぱやってましたね。多分もっといるでしょうね、いろいろやってる人が、アーティストは。で、あと何やったかというとね、そのね、人がいなくなった渋谷の街でポルターガイストが、起こってるっていう設定なんですね。で、まあ何のことはないんですよ。例えばですね、まあこの傘とかね、まあ透明ななんか糸みたいなのつってこうやってギューって引っ張ってるだけなんだよ。これはね、これ僕一番好きだったんだけど、これはね、止まれっていう文字がね、スススススってこうね、動いていくの。止まれってね、うまいこと作ったなと思いましたけど、これはね、すごいね、笑えていいんですよ。うん。で、これね、この赤いね、コーンね、コーンが信号をね、ぷぷぷぷぷーっとこうね、ピカピカしながらね、渡るっていう。これ夜ですからね、誰も、本当誰もいないのよ。ユニクロのところですね。これはスクランブル交差点ですからね。これはパルコ前ですね。はいはいはい。まあまあまあ。これはスペイン坂でしたっけ、ね、で、これはね、宮下公園って、僕これ持って帰らなかったんだけど、これ持って帰れる作品で実は。宮下公園、宮下パーク。で、まあ、浄化作戦で結局、あれでしょ、ナイキパークじゃねえ、ごめんなさい。宮下パーク、すいません、忘れちゃう。僕もまだ行ってないんだけど、ビルが建って、その上に公園ができるみたいな感じになりましたよね。で、まあ、もともとは、ホームレスの人たちがすごい大量に、住むっていうのかな、まあまあ、住んでいて、だけど、まあ、で、結構、反対運動なんかもいろいろやったわけですよね。で、この宮下公園っていうのは、この型取ってたらしいんですね。この宮下公園っていうこの看板に型取ってたらしくて、それは石膏で、作った作品なんですね。で、これは、かなり大きいんですよ。かなり大きいんだけど、これを持って帰ることができるんですよ。大量に作ってるみたいで。これを本当に持って、ただ、服が汚れたりとか、なんか、なんだろうかな、職質されたりとか、そういう責任は負いませんみたいなこと、ここに書いてあるんだよね。で、フリーパークか。だから、フリーパークを、だから持って帰れるってことでね、フリーパーク。で、エブリデイホリデイスクワットっていうことですね。毎日、
祝日で、不法占拠してる、占拠してるってこういうことですね。でフリーパーク、うん、ね、うん、だからシャレが効いてていい作品ですよね、うん、これはなんていうかな、そのコロナ禍において、こういうことをやったっていうことはどうなんだろう、まあもうちょっとしたら、まあ、必ず何かあの展示の形にもなるだろうしね。まだね、あのそのコロナ禍っていう状況、コロナ禍の状況の中に我々いるから、まだちょっと距離を取って見るのはまだ難しいんだけど、でもすでにね、あの作品化しているっていうその状況の中にあってね、考えるっていうこともまた重要だと思うんで、やっぱりアーティストってそういう中で、ちゃんとね、応答する作品というかアクションをね、できてる人たちがやっぱりいるんだなっていうことにはすごく勇気づけられましたね。はい、あのという感じですね。これは斉藤さんですかね。谷川俊太郎さんとのコラボレーションの作品なんかですね、はい、展示された時のものを置いてます。でこれちょっと僕はごめんなさい、分かんなかったんだけど、これすごいなんか好きだった、この光、これ誰なんだろう、うん、なんかすごいいいんですよねこれ街灯みたいなやつなんだけどね、これ誰なんだろうな、あ聞けばよかったな、ミスったな、まあいいや、うん、これすごいね、真ん中にポーンって立っててね、いいんですよすごい。あでね、 JR のこの作品ね、JR のあのこれはなんかどう寄付みたいなのしたのかな、よくわかんないけど、あのまあまあでもデータ残ってんだのかな、あの許可取ったのかわかんないですけど、こうパーッと貼ってあってね、ありましたね。あら、あそうそうそう、でな、まあここにあるのは JR の時、どこで写真写すんだったか忘れちゃったんだけど、どっかで写真写したらね、あのすぐに印刷されるんですね、それが印刷されるんだけど、それがね天井からポーンと落ちてくるっていうあの吹き抜けになってるから、ワタリウムその天井からペラペラペラって落ちてくるっていうね、そういうね演出をしてたんですよ、すごい良かったのよね、うん、あれはすごい良かったよね。あこれはまあ、あさっきのあのあれですね、天井桟敷、寺山修司の、市街劇の映像ですね。これは、3階から撮った、2階の映像ですね。で僕が好きだったのこれね、これがあってここに座るっていうね、これな、なんかこれすごい良かったな、この色も、これ何なんだろうな、うん、これすごい好きでしたね、はい、でこれ3階の全体像で、デイビッド・ハモンズの、これは塩をこう盛るっていうこういうパフォーマンスですね、はい、でこれはね、あのこう折ってるっていうだけですね、まあまあ本当にコンセプチュアルでね、クールですよね、これやっぱ僕光が好きだったからね、なんかこうなんか、はい、ファブリス・イベール、これはね、こっちがまあメインですかね、あの植物をいろんなところに植えたんですね、あの渡りなんかちょっとしたスペースに植物を植えるっていう、そういう、パフォーマンスっていうかな、まあ2008年ですか、だからあの渡りだけじゃなくてね、あのキラー通りとかいろんな通りにのちょっとしたスペースに植物を植えてそれ育てる、そういうことをやったっていう、そういうパフォーマンスの映像ですね。あこれもイベールだと思います。あ上のとこでもやったんだ、ものすごいいろんなとこでやったんですね。あ違うか、あごめんなさい、これね、いろんなところ、あこれね、あとね、あこれよく説明読むと、サイバー東京ラリーって書いてあるんだけど、あの、ね、いろんなところで写真をこう、要するに、ね、スマホが出てき始めた時らしくて、そのスマホで写真を撮って写真をどっかにその送るとあのクイズが出てくるっていうでいう仕組みだったらしいなんか面白いよね、うん、でそのクイズをどう隠すのか、だから、なんていうのかな、なんかあの、宝探しか、宝探し。ね、街の中にで宝探しやるっていう作品ですね。
でね、これがね、名前がね、ややこしいんでね、ワランチャイ君ね。はいはいはい。で、ワランチャイ君っていう作家で、タイの、だから、漫画ですよね。タイの漫画を元に作ったと。こういう、まあ、なんとかなるさみたいな、そういうことのを元に作った作品みたいですね。これは新作で結構みんなアーティストとかな、あの相田さんですね、相田誠さんの作品で、これはまあ、針金で作ったモデルっていう感じですけど、東京城っていうお城を作ると、こういうものね。でまあこういうものはもともとあったのかな。でこれちょっとぼやけちゃってるね。で、2019年。で、あと、これが、本当の、なんていうの？本当のと、なんていうの？白。こっちは、ビニールシート。ね、青いビニールシートで作られた東京城と。で、これを両方に並べると。設置をそうする。こっちがビニールシートで、なんかこう、石がとか置いてあってね。こっちは、本当の白と。で、これ、あ、でもこれ、あれ、あそこだね。だから、まあ、あそこから近いもんね。あ、でもこれ、ん？多分これ、外苑前の通りのところですよね。で、これ、絵画館だと思うんですけど、ですよね。そうですね。外苑前のあそこの通りですよね。で、という、まあ、設置をソースということですね。で、まあ、相田さん、新宿城っていうのを作ってて、新宿で、あ、そうそう、だから、青島都知事時代に、小金町じゃないけど、新宿でも浄化作戦やったわけですよね。で、新宿のあの通り、都庁に向かうところのあの通りですよね。で、今でもなんか変ななんかの突起物みたいなのがいっぱいあったりするけど、あそこにいっぱいこう、それこそホームレスの人がバーっとこう並んでたと。で、それをこう、移動させるっていうのをずっとやってて、それの反対運動みたいなので、相田さんもそこに参加するみたいな、感じ。まあ参加っていうのとはまた違うけども、まああって、で、その時に新宿城っていうのを作ったことがあって、それの、まあ、発展バージョンみたいな、いうことですね。で、これ島吹さんとのトークがあります。はい。で、これ4回いきます。バリー・マッキーですね。バリー・マッキーの、これは、あとインタビューがこうポッとあると、こういうことですね。はい。で、これもバリーマッキーだな。で、ナムジュンパイクと、ですね、マリオボッタのートークがここにあります。で、ワタリウム美術館について話してますね。はい。で、この映像もね、面白いんですよ。で、三角形っていうことにやっぱりすごい注目してるってことですね。で、なんか最近そういうのってよく考えたらなくなったなーっていう感じがしましたね。やっぱり、建物とかさ、場所とかそういうものにこうちゃんとこうアプローチしていくっていうかな、そういう王道の作品って王道のそのアプローチしていくっていうことはあんまりなくなったなっていう感じはなんかちょっとしましたね、これ見ててね。だからそのマリオボッタとか、あるいはそのナムジュンパイクがその三角形だ三角形だっていうことをすごく言ってるし、この解説、今回の展示の解説にもすごくそれ出てくるんですよね。で、やっぱそれを見てて、あ、そうか、そういえば三角形だったよなっていう、こういう感じになるんだよね、僕のね。で、やっぱりそのことを常に本当は考えるはずなんだよな、アーティストって。で、やっぱりそれとどういうふうに関係し、なんていうかね、その場所とか時間とかね、そういうすごくある種とても大きな問題と、なんていうか物理的な問題っていうかなと向き合うっていうこと、そういえばそのジャンファンだってそうですよね、その物理的な問題と向き合うっていうことの重要性っていうものをね、もう一度ね、やっぱり思い出させてくれましたね。やっぱりその政治ポリティカルだったりね、ポリティカル
あのね、コンセプチュアルなものって基本的にはフィジカルだと思うのね。なんだけど、やっぱりそのポリティカルなものってすごい、やっぱり極度にコンセプチュアルだと思うんですよ。で、さっきも言ったけど、コンセプチュアルであり、すごくコンシャスなんですね。で、やっぱり、その本来三角形みたいなものにこそ、三角形みたいな極めて物理的なものの中にこそ、コンセプチュアルで、イデアルなものね、イデアルなものっていうものがあって、そういうところに直接的にアプローチしていくっていうのが、やっぱり芸術家なんだよなっていう、てかまあ僕はそういうのが好きだな、僕はそういうのが芸術だと思ってるんだなっていうことを、もう一度やっぱりそのちゃんと思い出してくれたっていうのはすごい良かったですね、やっぱり。はい、でこれナムジュンパイクのまあいろいろこう英文は4日以内にファックスしますってね。あと彼はものすごい語学ができる人だったからね。でね、これがね、三角形にしてるのよね。映像作品なんだけど、ここに、ネオン管があって、ペインティングがあって、で、両方に、映像があります。だこうなってるんですね。これ、ちょっと暗いけど、わかるかな？だこれ、三角形の頂点の部分から撮ってます、これ僕ね。こういう三角形。三角形の建物が好きだってね、言ったりとかして。これはね、なんかあれね、あれ、まあ、いろんな映像を組み合わせてる、すごいサイケな感じの、まあ、ナムジュンパイクらしい作品なんですけどね、ヨゼフ・ボイスのね、映像とかね、いろいろ、混ざってる作品ですね。で、やっぱここのね、このく、こ、ここは空白になってるとかっていうのすごい重要なんですよね。あ、で、これ展示、あ、ごめん、まあ、ワタリウムの建物のが完成していくまでの過程の中で、なんかね、何千枚もあるらしい、何千枚とは言ってないな、千枚くらいあるみたいな、めちゃくちゃあるらしいですよ、これ、この資料がね、その一部を展示されてました。はい、で、なんかいろいろこう変更の話とかもね、あってね、すごい面白いんで、これもぜひ見てください。まあ、ちょっと、これがだから正面から見たっていう感じですよね。こうなってます。確かにこうなってるんですよ。確かに ね。で、ここですね。この部分が、こう、なんですか？階段になってるわけですね。でね、まあ、階段の話とかもちょっと面白い話があったりしてね。まあまあ、面白いんですけどね。やっぱでもこの建物とかをね、本当に大事にしてるってこともよくわかるしね。あ、いい展示なんですよね。あ、これ、これかな。まあ、そういう作品ですね。はい。まあ、これだけね、なんかなかなかあれですよ。豪華ですよ。いろんな作品、なんていうかな、作品の数、点数が多いってわけじゃないですけど、映像とか見ようと思ったらだいぶ時間かかるし、トーク。まあ、これなんか、相田さんと島袋さんのトークとかは2時間あるしね。で、やっぱりこれは本当にこういう美術館大事ですよね。公立じゃなくて、プライベートなんだけども、地域と関わりながら本当に世界の、まあ、本当にトップになる人。まあ、今やトップの人たちを、こうやってリアルタイムでね、ずっと見続けてきているっていう人っていうか場所っていうかね、があるっていうこと、すごい大きいことだと思うんでね、ぜひ、これもね、行ってみてください。まだまだやってると思いますんでね、はい、そんなところでしょうか。はい、ということで、生きている東京展渡りも美術館ということでした。はい、ありがとうございました。あー、すごいお腹空いてきたな。